どうですか、気持ち的に。いろいろなお花来てますよ、果肉以外の。見えないですよね。人で見えない。人で見えない。もっと広いところでやらないとダメですね。ダメですね。もうこの後買い物企画とかって言ってるけど、入れるか分かんない。そうなんですね。それが怖いな。何も見えない。何も見えない。大丈夫、心配になっちゃいますけど。リエルさんとこのブースはどうですか。あ、もういっぱいですね。あの一番最後に来てくれって言ってるんですけど、ね、回ってからね。回ってから一番最後に来てくれて、はいはいはい、そうですね。うわ、すごいですよ。すごいですね。本当狭いですね。狭い。7000平米ってすごい場所なんですよ。うん、ね、すごい金額ですよ。あとたくさん友達というか、はい、知り合いというか、はい、お話ができるといいかなと。探せ。探せ。大体ですね、マイナス20度超えますので、はい。どうぞ。あ、ありがとうございます。15センチの幅でこれぐらいになります。すごい。15センチ。はい。でもう今の時点でこれ全部花芽ついてますよね。これ全部花つきますので、来年春は。今年ってそうですね。全然いいです。全然いいです。いいです。あ、いいです。いいです。ありがとうございます。なんか、あ、これも素敵ですね。はい、お花がこんな可愛いものだったんだ。ベゴニアちょっと、温室の中でちょっと頑張って伸ばしたんですけどね。はいはい、あ、温室でね。はい。この時期はどうしてもちょっともう、時期的にはもう終了。あ、私、ピンクと白の買ってるんですよ。はい。でもまだ元気です。あ、元気ですか。うん、芽が出てきたらまた水あげ始めると見て、取り囲まれてるんだけど。これはちょっとこれやばいですね。ライデン中とかなんかそんな感じの取り囲まれ方してますけども、はい。今からですね、メインチャンネルの方で花友フェスタ爆買いツアー行きます。はい、よろしくお願いします。はい、ただですね、ちょっと心配なのはめちゃめちゃお客様たちがおってブースに入れるのか問題が起きてますんで、ちょっともう
見て、ハイテストのところを優先的に回りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、みかんとか与えてるとコロコロコミュニティ死んでるって言ってもらう。本当地の手札に言うと。だから、ツイッターでも追加していただいて、地の手札っていうお薬の名前で検索してもらったら、いろいろ登録のね、うん、作品とか、できるね。そういう切り口で見ていただけると、あ、こんなに使えるんだ、これぐらいの感じを受けていただけると。今日は大変。トイレの方がトイレと雑誌のガーデンダイアリーっていう雑誌ご存知ある方
けるかと思いますが、ガーデンダイアリーの雑誌の編集でよろしかったですか？ストッカーで、はい、編集やってて、まあ、年間に100件はお庭を個人邸を見て回るという、まあ、自称ガーデンストーカーと言ってます。ガーデンストーカーの竹中直樹さんです。ガーデンストーカー、ガーデンダイアリーの編集竹中です。ガーデンストーカーでもあります。よろしくお願いします。お願いします。今まで紹介するときに